君の任務はモデルボディのどこかにいるパワーポッドを見つけ出して破壊することだ。今モデルボディのコントロールはこちらの手を離れている状況にある。機関の内部に入ったらアクセスポイントを探してほしい。アクセスポイントはモデルボディのプログラムに直結しているんだ。そこにアクセスするたびにモデルボディのコントロールが復帰していくんだ。それと一旦中に入るとアクセスポイントでしか通信できないからね。それじゃあ任務を終えて無事に帰ってくることを祈ってるよ。